裁きの日、我々は女神が舞い降りるのを見た。だがそれは福音ではなかった。神々は我々を見捨てたのだ。今の人間に女神を倒す術はない。だがもしあと千年時があればどうだろうか。私はこの命に代えてもその時を稼ごうと思う。どうか子孫たちよ、いついかなる時も神々を頼むの。祈りを捧げる時があるのなら子を産み育てよ。手に剣を携え魔術を鍛えよ。生きること、どのような困難が訪れようとも生きることだ。それのみが人類の希望となるだろうことを予言し、このメッセージの結びとする。